シンフォニー・イン・シーは1947年に初演された全一幕のバレエ作品である。振り付けはジョージ・バランシン、音楽はジョルジュ・ビゼー。もともとはバランシンがパリ・オペラ・ザ・バレエ団のために水晶宮というタイトルで振り付けた作品である。バランシンは1948年のアメリカ初演に際してタイトルを原稿のものに改めて上演した。この作品は 彼の作品中でも評価が高いものの一つであり、ストーリーのないアブストラクトバレエである。パリオペラザバレー団と東京バレー団で上演される場合は、初演時と同じく水晶グルのタイトルで呼ばれている。1947年、ジョージ・バーランシンはパリオペラザバレー団からゲスト振付家として招聘された。この時期のパリオペラザバレー団では芸術監督として、 第二次世界大戦中もバレエ団を支えていたセルジュリー・ファールが体独協力者の容疑でパリ解放後にその任を解かれたためバレエ監督が不在であった。バランシンは自作の中からセレナーデ、アポロ、妖精の切吻をパリオペラザバレエ団のために選んで持っていきさらに新作一つを振り付けることにした。バランシンはパリオペラザに捧げる新作には フランス人作曲家の音楽こそふさわしいと考えていた。そんな彼に友人であるインゴリストラビンスキーがビゼのあまり知られていない公共曲派長長はどうかと推薦した。公共曲派長長は1855年、ビゼが17歳の時に作曲したもので、彼の生前には発表されることがなかった。この曲が世間に出たのはビゼの死後八十年が経過してからのことで、 それまでは音楽学校の図書館に施造されていたという。バランシンは公共局派町長を聞き、わずか2週間で一幕もののバレエ作品を振り付けた。当初は台本があり、ルビー、サファイア、エメラルド、クリスタルなどの妖精が登場していた。バランシンは台本を廃止、各学賞のエトワールのコスチュームカラーとして採用した。このコンセプトは後の作品。 ジュエルズにも通じるものである。作品は水晶宮という題で1947年7月28日にカルニエ宮で初演された。題の由来は初演時に使われた水晶のブーケでデコレーションされた装置からである。ただしこの装置は1960年代の上演を最後として廃されている。初演者はタマーラ・トゥマーノはマックス・ボーゾニなどである。 作品は好評を博したもののリファールを支持する人々の作望などに嫌気がさしたバランシンは同年秋にアメリカへ帰国した。翌年バランシンは水晶グルの振り付けに大幅に手を加え、コスチュームの多色使いも廃して女性は白のチュチュ、男性は黒のコスチュームに改め、セットもシンプルなものを採用した。そしてタイトルをシンホニー・イン・シート改め、 バレエソサイティで1948年10月11日に初演した。この時の出演者はマリアトールチーフ、タナキルルクレアなどであった。この作品は初演のパリオペラザバレエ団をはじめ、世界各国のバレエ団がレパートリーに入れているが、パリオペラザバレエ団と東京バレエ団以外ではシンフォニーインシーとして上演されている。2014年パリオペラザバレエ団は、 クリスチャン・ラクロワのデザインによるコスチュームで、水晶宮を再演した。この作品は4つの楽章で構成される。順にアレグロ・ビーボ、アダージョ、アレグロ・ビバーチェ、サイドのアレグロ・ビーバーチェで、それぞれの楽章ごとに、男女のエトワールとソリスト、そしてコールド・バレエが登場する。水晶宮でのコスチュームカラーは、ルビーの赤。巧妙なしさ裁きを多く使い。 パトパの間につなぎのポジションがなく、シャープで素早いムーブメントが多用される。水晶宮でのコスチュームカラーは、サファイアの青。大ーが奏でる異端調のメロディーに導かれて展開する場で、白鳥の湖大二幕にも通ずる叙情性,性を持つ。スザンヌ・ファレルは、この場面に感動して、バレリーナを志したという。水晶宮でのコスチュームカラーは、エメラルドの緑。 4つの楽章のうち、一番活発に進行する。躍動的な音楽に乗せて、女性エトワールが、男性パートナーのサポートを得て、ステージ上を、高々と舞い、素早い回転や跳躍がダンサーたちによって、繰り広げられる。水晶宮でのコスチュームカラーは、クリスタルの白。ポアントで行うギャロップや高速フェッテなどが織り込まれ、最後は全楽章のエトワールソリストコールドバレエが、 舞台に勢ぞろいして、テンポの速い音楽に乗せて50人以上の総踊りでのフィナーレを迎える。パリオペラザバレエ団では、バランシンの振付作品を20作以上レパートリーに入れている。その中でもこの作品が一番上演回数が多く、1995年の時点で250回近くを数えている。ビゼーによる曲は、第二楽章のアダージョを除き、 すべてアレグロで進行する。ダンサーたちはこの速いリズムに乗って遅れずに踊ることが必要である。バランシンの振り付けは、各楽章のエトワールだけではなく、ソリストやコールドバレーに至るまで高度な技術を要求するものである。この作品は、クラシックのアカデミックなテクニックを基本とするが、時折意表をついたムーブメントが登場する。アレグロのリズムに乗せて、 それぞれのパンを遅れずにこなす必要があるため、バレエ団の技術レベルによって、舞台の出来栄えが大きく左右される。この作品は、バランシンの作品中でも評価が高いものの一つである。バランシンは、ビゼーの音楽をバレエで視覚化することに挑み、ストーリーのないアブストラクトバレエでも成功を収められることを証明した。見る音楽と形容される、バランシンバレエを、 振り付けへの意図を理解して踊るのは困難なことである。バレエ評論家の渡辺真由美はパリオペラザバレエ団での上演についてオペラザのアンサンブルはあたかもオーケストラの楽器のように個々の調べを奏でながら驚くべき一体感を見せてくれると高く評価した。バランシン伝の著者バーナード・テーパーはバランシンの音楽の本質に対する深い理解に言及して 音楽とダンスの最も幸福な出会いと称賛した。テーパーは続けて、この作品を見た人は、以後誰しもビゼ勢の公共曲派長長を聞くたびに、バランシンの振り付けたこの曲の視覚化されたイメージを、描き出されずにはいられなかったと結んでいる。情報源によっては、ダイヤモンドあるいは、パールとも説明される。ありがとうございます。